この技のポイントは軸足に当てて、当てた上がったボールと同時に自分がジャンプしてボールを回すことがコツです。クロスした足を置き、跳ねると同時に左足を元に戻すとできます。これは左のつま先で上げて、そのまま連続で右でまたいで、最後足でキャッチして終わりです。皆さんも挑戦してください。実はまたぎ切らずに、かかとに当てて、つま先の当てる位置を、自分で意識してください。